はい、ナマスカラ。このビデオは TTC の、第5週ですね。第5週、自動採点の2本目のビデオになります。このビデオでは、まずテンプレートからこの自動採点の、Google フォームを作ってみる。そういう練習をしてみたいと思います。はい、ここにですね、4つのテンプレートがあります。これは大体、同じです。違うのは、この1番のテンプレートは、質問は1つで答えが4つあるんですけど、その4つの答えの中の1番目の答えが正しいっていうことです。この2番目は、2番目の答えが正しい。そしてこのテンプレートは3番目の、テンプレートが、3番目の答えが正しいという、そういうテンプレートですね。この前のビデオで見せた、ここは食堂ですっていうのですね。あれもこの3本目の、答えが正しかったと思います。それと同じパターンですね。では、このリンクをちょっと開いてみましょう。はい、今リンクを開いているところですね。はい、画面がまだ表示されます。あ、表示されました。はい、この、コピードキュメントという画面が出るので、このメーカーコピー、これをクリックしてみましょう。メーカーコピーをクリックですね。はい、今コピーをクリックした、メーカーコピーをクリックしたところです。この番号と名前は、まあ、このままでもいいと思いますけど、ここですね。一番大事なのはここです。はい、ここに質問を書いて、ここに間違った答え、間違った答え、正しい答え、そして間違った答えを書きます。さっきと同じ、ものにすると、なんとかは食堂ですよね。そう、食堂です。はい。こういう、ものでしたね。で、1番がこれ。2番がどれ。3番、正しい答えがここですね。ここは食堂ですよね。4番はどこ。というふうになっていました。はい。これで、まあ、ここは正解なんですね。で、もうほら、ここが、3番目が正しい、このチェックが入ってますね。なので、これでいいです。だけど、まだね、このアンサーキーの中で、フィードバックね。フィードバックを直した方がいいです。これ、正解は3番のなんとかですって書いてあるだけなので、これを、この鉛筆のマークを、クリックすると、ここを編集することができますから、ここに、こういうふうにですね、ここそこ、いや、あそこっていうのは場所を使うときに使いますよ、と。だけど、どこっていうのは質問のときにしか使わないので、ここでは適切ではないですよっていうふうに書いてありますね。はい、これでセーブ。はい、セーブしました。はい。はい、じゃあこれでもうダンですね。これでおしまいです。はい。で、これでさ、もうできたんですけど、これを、学生さんに、シェアするときにはどうすればいいかっていうと、この線度ですね。右上の線度。はい。で、ここですね。これはね、みんなの日本語だったので、みんなの日本語。第3課。例文1の小テストとかって書いておきますよね。はい。で、あ、そう、これ書かなくて、ごめんなさい。これね、メールで送るときはこうなんですけど、多分ね、このメールアドレス、みんなのメールアドレスを知らないと、これを送ることができませんよね。ごめんなさい。だから、ここ無視していいです。こっちのね、このリンクから送る。これがいいです。はい。このリンクから送って、これをコピーすると、いいわけですね。まあ、私はね、だいたいこの短くするところをチェックして、その後でこうやってコピーをしていますけど。はい。で、そうして、ここの今コピーできた、このリンクを、スラックとか、WhatsApp とかね、そういう、学習者との、コミュニケーションツールにペーストすると、このクイズを、答えてもらうことができるわけですね。このクイズに答えてもらうことができます。はい。それでは、このビデオはここまでになりますね。次のビデオでは、はい。質問の数を増やす。今の、テンプレートには質問が1つしかなかったですよね。2つや3つの質問を、作るにはどうすればいいかっていうことを、この次のビデオでお話ししたいと思います。はい。それでは、フィルムレンゲー。